初代ブロートンのマークス男爵、サイモン・マークスは、イギリスの実業家、貴族、父、マイケル・マークスの創設したマークススペンサーを、巨大、チェーンストアに成長させた。1888年7月9日、マークススペンサー創業者、マイケル・マークスとその妻、ハンナの長男として生まれる、マンチェスター・グラマースクールで教育を受ける。 1907年の父の死でマークススペンサーの事業を継いだ。アメリカのチェーンストアを研究し、友人イスラエルシーフと共にマークススペンサーを巨大チェーンストアとして成長させた。第二次世界大戦中にはナチスの迫害から逃れてきた亡命ユダヤ人の保護に当たった。その功績で1944年にジョージ6世よりナイトシャクに上される。 さらに1961年7月10日には、女王エリザベス2世より、連合王国貴族借位、カウンティ・オブ・バークシャーにおけるサニングレールのブロートンのマークス男爵に助され、貴族院議員に列した1964年12月8日に死去した。借位は、長男マイケルが継承し、会社の事業はシーフが引き継いだ。1915年、 事業仲間のイスラエルシーフの妹ミリアムと結婚した。シーフもマークスの妹を妻に迎えている。ミリアムとの間に以下の子を設けている。ありがとうございます。